先ほどたまたまツイッターで見つけまして、アイランドの滝くんに関するインフォメーションが滝ジャパンファンベースさんにあったので、そちらの方を紹介させていただくことにします。文化系トーク YouTube グランパンパスです。今ね、アメリカ大統領選挙のね、速報などをツイッターとかで見ながらやきもきしているところなんですけれども、まあ一応関係ないので自分がどっち支持しているかは言わないでおきます。まあ一回ツイッターで前書いたんだけどね。実はですね、滝ジャパンファンページというものがありましてですね、こちらの方を紹介したいと思います。まあ滝ペンの方々はですね、ケイ君の、アイランのケイ君のね、ハッシュタグとかのね、イベントとかにも、いろいろ呼びかけてくれたりとか、協力してくれたりなんかもしていまして、私もね、ケイペンの端くれ、隅っこの方にいるんですけども、協力できるんだったらなっていうところがあって、本当はもっと早く見つけていれば、早く紹介できたんですが、はい、滝ジャパンファンベース様のツイートを読ませていただきます。たこ焼きズの皆さん、おはようございます。今日は待ちに待った滝くんの日です。そして夜の22時から23時はタグイベです。絶対トレンド入りさせて滝くんに私たちの思いを届けましょうということです。はい、画像とそれから、まあ、ハッシュタグの方も貼っておきますね。概要欄の方にもこの滝のハッシュタグ5つあるので、それ見たいと貼っておきたいと思います。なんで今日が、滝くんの日なのかっていうと書いてあります。このイベントを作ったきっかけということで、アイランドの滝くんがデビューするまで応援していることを伝えたい、世界中の滝ペンと思いを一つにしたい、そんな思いを込めて、滝くんの誕生日5月4日から構想を得て、滝くん5月4日なんですね。子供の日の1日前だ。なんかすごいぴったりだなって思ってしまう。まあ今の滝くんだからかな。10年後の滝くんに同じこと言えるかどうかわかんないけども。あ、はい。で、そんな思いも込めて、誕生日5月4日から構想を得て、毎月4日を滝の日として、毎月イベントを開催することにしました。たくさんの方に参加していただけたら嬉しいです。姿は見えなくても滝くんは今ファンのために頑張って練習していると思います。滝くんがデビューできる日まで私たちは応援し続けます。という形です。で、注意事項というのも書いてありますので、こちらの画像もちょっと使わせていただきますね。はい。滝ジャパンファンベース様、そういう形で。はい、そういうことです。まあ、ケイ君のね、ハッシュタグのやつにもすごい協力をしてくれたので、ね、やはり恩返しするべきですね。やっぱ滝ペン、ケイペンはね、協力し合っていくべきかなっていうところもあるし、みんないい人たちですからね、すごく。うん。じゃあ、滝君の話題ですけども、なんか滝君が日プ、まあ、プロデュース101のね、ジャパンシーズン2に出るかもみたいなツイートを見ましたが、まあ、それはないんじゃないかなと私は思っています。何しろね、まあファン代表がね、逃しませんよ絶対に。1個前の動画のケイ君とハンビンちゃんの件でもね、言いましたけども、逸材ですからね、タケ君も相当な逸材ですよ。うん、なんだったら何年後かまで見据えて、そのビッグヒットからデビューさせるんじゃないかっていう考察をしていた人もいました。多分局長さんですかね、サランピ TV さんだったと思いますが、そういう方もいました。まあ十分あり得る話かなとも思いますしね。ビッグヒットとしてもやっぱり日本市場っていうのを見据えてると思うんですよね。まあ、ちょっと国の関係性もあるものだから、ファンの人はいるんだけど、どうしても BTS、 稼ぎ頭の BTS を日本でね、まあいろいろと活動させるっていう時に反対派っていうか、まあ、どうしても出るんですよね。いろいろ言う人たちが、そこがやっぱりちょっとね、めんどくさいかもしれないっていうのはちょっとある。ダイナマイトとかもね、まあディスコチューンだったりするけど、英語でね歌ったりして、まあ、欧米とか、ね、ヨーロッパとか見据えてるなっていうところもあるし、何しろアメリカの朝鮮戦争の時のね、アメリカ軍の方の英雄の名前を冠した賞をね、受賞するその式典にも出たぐらいで、 BTS が、うん、まあその件で中国からイチャモンつけられたりとか、そういう件もあるんだけど、まあこれは政治的な話が含まれていて複雑な話なんで、はい、そんなのもあって、おそらくね、 BTS は、まあ、欧米とか中心にやっていく感じなのかなって気もする。 TYT がアメリカのメディアでちょっとね、紹介されてるみたいなニュースもちょいと見たので、うん、だから日本をターゲットにもやっぱすると思うんですよね。普通に考えて、日本はアメリカに次いで第2の市場ですから、無視するはずがないと。そうなってきた時に、まあ、ケイ君はもちろんのこと、タキ君も手放すはずはないですよね。重要な日本への足がかりですから。
だからまあね、まあきっとないだろうけど、万が一、奥が一、滝くんが日プに出たいみたいなこと言っても、多分必死で止めると思いますからね。今ちょうど滝ジャパンファンベースさんのちょっと前のツイート見てるんですが、まあやっぱ長期間で行うイベントの発表ですっていうことで、毎月4日にっていうことですから長期間になりますよね。うん、だから4日の日はね、ケイペンのね、私も含めて、ちょっと協力できればっていうところありますね。まあちょっと今日に関してはね、何しろアメリカ大統領選がもうね、すごいことになってるので、そっちの方に気を取られがちで、なかなか今日、タグ、ハッシュタグ、トレンド入りってのは、なかなか大変かもしれないんですけれども、まあでもぜひちょっと、やってほしいところですね。というわけで、ちょっと遅ればせながらになってしまいましたが、このように動画で紹介をさせていただきました。なんとなくですけど、私の動画、ケイペンの方、結構見てくださっているので、ね、ケイペンの方で、またやっぱタキ君って、ケイにとっても大事な仲間ですから、だから協力をしたいですよね。私も、その書いてあった22時の時にハッシュタグでつぶやきたいと思います。あ、冒頭でも言いましたが、使ってるハッシュタグ、ジャパンファンベース様の方のやつをね、私の動画の、この動画の概要欄にも貼らせていただきますので、そちら参考にしていただければなんて思います。はい。まあ実はいろいろと他にも、撮りたい動画とかがあったんですが、これが最優先かなと今はね、そう思ったので、そういう感じさせていただきました。滝くん、ファイティン。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。